こんにちは、サラです。本日の動画はいつもは脱毛症関連のことを発信しているんですけど、今回は珍しく無印購入品を紹介しようと思います。いつもこう脱毛症に関連するウィッグのことだとかそういったことを発信はしているんですけど、今後はこういった私のやりたいこと、購入品紹介とかそういったものもこちらのチャンネルでちょっと試してみて、試行錯誤しながらちょっと動画を出していこうと考えているので、興味のある方は見ていただけると嬉しいです。で、無印に行ってきたんですけど、今無印良品週間というものをやっていて、10月25日金曜日から11月4日、無印良品のメンバーは全品 10% オフというとても大きなセールをしていたので、今回無印でいろいろ購入してきました。すっごいたくさん購入したわけではないんですけど、必要なものを購入してきたので参考になるといいなと思っています。はい、ではまず食べ物系からいきます。まずはこちら、牛すじカレーとバターチキンのカレーですね。私基本的に自炊をしているんですけど、お料理が好きでよくインスタとかにあげてるんですけど、まあ、そんな私でも手を抜きたい日だってあるということで、こういったものがあるとすごい便利かなと思って、しかも無印のカレーめちゃくちゃ美味しいので、今回こちらの2つを購入しました。価格がお値引き前の価格なんですけど290円、牛すじカレーが290円 でこのバターチキンカレーが350円でした。そして次がこちら、こっちがスンドゥブチゲで1人前が2袋入っていて価格が180円。これ実は2つ購入したんですけど、昨日1つ作って食べてみたんですけど、とても美味しかったです。私はこれに味噌を入れてちょっとコクを出してアレンジした食べ方が好きなので、ぜひやってみてください。そして次がこちら、火鍋、こちらも180円で同じように2袋分入っていて2人前作れます。これを初めて購入してみました。そして次にこちら、ごま味噌担々鍋、こちらも価格は180円で1人前が2袋入ってます。これからの季節、まあ、沖縄はまだまだ暑いんですけど、寒くなってきた時にこういったものが大活躍するので購入してみました。では次、じゃん、こちらほうじ茶ラテと焼き芋ラテになります。こちらはどちらも価格は390円でした。これはアイスでもホットでも作れてお湯でできるので便利だなと思って購入しました。私冬になると毎日あったかい飲み物を飲むので、こういったものはたくさん入っていて価格もお手頃だし、おうちカフェが楽しめそうなので購入しました。ではここからは日用品になります。まずは文房具類、じゃん、こちら、こちらはダブルリングノートドット方眼になります。価格が450円でした。でこれも私今使ってるんですけど、何に使ってるかというと、じゃん、こういった感じでバレットジャーナルとして使用しています。自分のやりたいこととか目標だとか、もう本当に自由にいろいろ書いてるノートとして使用しています。まだ使い始めて数日なんですけど、すごく使いやすくって、しかもお手頃価格なので、バレットジャーナルとか始めてみたいって方はすごくおすすめのノートです。はい、そして次こちら、メモパッド、こちらは価格は80円でした。こんな感じで無地の紙がバーっていっぱいあるんですけど、お仕事の電話が来た時とか、あと私普段生活している時に、あ、こういったものを動画にしたいなとか、なんか急に思いつくことがあるので、そういったのをパパッとメモれるようにこちらを初めて購入してみました。で次がこちらのラインマーカーになります。グリーンとグレーかな。でこれもノートとかまとめる時に使いたいなと思って購入しました。これは1本80円なので2つで160円でした。で次がじゃじゃん、こちら、こちらのティッシュペーパーになります。価格は149円でした。無印のティッシュペーパー買うのは初めてなんですけど、なんで今回このミニサイズを買ったかっていうと、じゃじゃん、こういうクラフトティッシュボックスっていうのがあって、これ1つ150円だったんですけど、素材は段ボールっぽくなっていて、こう組み立てると、ちょっと今組み立ててみます。じゃじゃん、こういった感じでティッシュボックスになるんですね。で私リビングに
小さいテーブル、ローテーブルとリビングのテーブル、こう椅子に座るタイプのテーブルがあるんですけど、どっちにもティッシュが欲しくって、で今回こちらのサイズのコンパクトなやつがあったので、こちらと、でそしてあと一つは寝室のサイドテーブルがそんなに大きくないのでコンパクトなティッシュがいいなと思ってて、ちょうどいいのがあったのでこちらを購入してみました。150円ですごくコスパもいいので、ボロボロになっても買い替えれるっていう点がいいなと思ってこちらを試しに購入してみました。そしてそれを入れる用のティッシュです。はい、こういった感じで購入品は以上になります。この動画がいつ出せるかちょっとわからないんですけど、11月4日まで無印良品週間というものをやってましたので、気になる方はぜひ足を運んでみてください。案件でも何でもなくて、シンプルに私の日用品の購入品紹介でした。ストップ、最後じゃなかった。これが最後でした。じゃじゃん、こちらクリームミストです。これはちょっとテスターで試してみてすごいいいなと思ったので購入してみたんですけど、ちょっと待って、今これ試しにやってみようと思ったんですけど出なくって、もしかしたらこの部分が壊れてて不良品なのかもしれない。中身もなんかもうすぐに使える状態なんですけど出なくって、これはちょっと後でお店に連絡してみようと思います。はい、でこれはお風呂上がりとかにこう全体的にシュッシュッシュッと保湿できるのでいいなと思って購入しました。しかもこれ逆さにしても使えるみたいで、背中とか足、ふくらはぎとか届きにくいところにもいいなと思って購入してみました。こちらが価格が850円でした。はい、これで以上になります。はい、では本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。